はい、皆さんおはようございます。大学部生の大輝です。現在の時刻は、朝の8時20分ですね。今日はですね、5月4日の、土曜日になります。普段は割と平日の学校がある日の、様子をお伝えしていると思うんですけど、今日は、ハンガリー学部生の休日の、様子を動画でお伝えできればと思います。5月の末から、ハンガリー学部は試験期間が始まるので、刻一刻と、試験が迫ってきています。まあ、セメスターも、終盤に向かっているということで、なかなか、忙しくなってきてるんですけど、土日も全く気を抜けないので、しっかりと今日も頑張って、勉強していきたいと思います。まあ、試験自体は、まだちょっと先ではあるんですけど、まあ、やはり何といっても量が、膨大なので、しっかりと毎日コツコツやっていかないと、後々、自分が痛い目を見ることは分かっているので、ちょっと前のめり気味で、しっかりと準備していきたいと思います。今日は一日基本的には家で勉強するので、ちょっと映像的には変わり映えはないかもしれないんですけど、まあ、勉強の合間合間に、どういった風に試験に向けて準備しているのかといったような話も入れていきたいと思っているので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。じゃあそれでは朝の勉強を開始していきたいと思います。じゃあそれでは一日頑張ります。はい、2時間ほど、勉強しました。今はですね、来週の、授業に向けてチューターの映像授業を見て、勉強していました。基本的にですね、このような感じで手帳で、1日やることをしっかりと明確にして、朝をスタートしています。今から、アナトミの勉強に入っていきたいと思います。アナトミの勉強方法はファーストデオダセメスター Vlog でも軽くお話したと思うんですけど、そのノート作りも順調に進んでかなり仕上がってきたので、ちょっとその画面も見せたいと思います。はい、こちらが自分のノーションの画面になります。自分はこのようにですね、評価ごとに、ページを作って、こういった感じでそれぞれのノートを、まとめています。アナトミはですね、トピックノートというのを学期中、コツコツと、作っていて、まあ、約100ほどトピックがあるんですけど、ハンガリー学部では試験の際にトピックをくじで引いてそれについてプレゼンをするといった形なので、それぞれのトピックについてしっかりと話す内容をまとめたノートを作成しています。で、中身を実際に見てみるとですね、このような感じになっていて、このように綺麗に、内容がしっかりとまとまっています。それでですね、このノーションの素晴らしいところが、ノーションにはトグルといった機能があります。で、このトグルというのはこういった形で、トグルの下に、情報を隠すことができます。まあ、例えば筋肉であれば医学部だと、オリジン、インサーション、ナーブ、サプライ、ブラスサプライ、といった形で、それぞれの筋肉がどこにくっついているのか、それぞれの筋肉がどういった神経や血液によって供給されているのかといったところを、しっかりと知る必要があります。このトグルを使ってまとめてあるので、復習する際に例えば筋肉のオリジンは何だろう、この筋肉のインサーションは何だろう、ナムサプライは何だろうといった形でですね、自分にクイズをするような形で、復習をすることができます。これの何がいいかと言いますと、勉強というのはですね、アクティブリコールといった形でいかにその情報を、脳の中から、取り出すかといったところが、非常に重要になってきます。このトグルでですね、必要な情報をしっかりと、まあ、隠してあることでできるだけ効率的に、学習を図っています。はい、ということで、軽く勉強法の紹介でした。まあ、約100ほどトピックがあるので、一つ一つかなり時間かけてると一生終わらないので、自分はできるだけ、まあ、1個のトピックについて30分とか、そういった形で時間を決めて、多くの量を短い期間で反復していきたいというふうに思っています。学期が終わるまでに、しっかりと2週目をちゃんと終わらせたいなというふうに思っていて、試験期間始まってから、3週4週とやっていきたいと思っているので、できるだけ早いペースで頑張ります。今日は6トピックする予定なので、3時間かけて、頑張っていきたいと思います。それでは後半まで、突っ走りたいと思います。はい、ということで、時刻は、12時40分です。午前中4時間ほど、勉強できたので、今から作る自宅ご飯をまず食べたいと思います。はい、ということで、ご飯食べ終わりました。現在時刻は、1時15分です。とりあえず先ほどのアナトミの続きを終わらせてから、また別のタスクに移っていきたいと思います。じゃあそれではゴールの勉強頑張ります。はい、ということで、時刻は、2時半になります。一通りアナトミの復習をやりたいところまで来たので、次のタスクに移っていきたいと思います。次はですね、
アンキーという医学生がよく使っているフラッシュカードのアプリがあるんですけど、そのアプリを中心にこれからの保険に備えて必要な暗記カードの作成であったり、すでに作ってある暗記カードの集会であったりと、そういったタスクに移っていきたいと思います。まあ、ご飯を食べた後のこの 2,3 時あたりの時間が一番眠気が襲ってくる時間帯なので、できるだけ能動的なタスクを、そういった時間に入れて眠気に負けない、工夫をしています。はい、ということで、ここから引き続き、今後の勉強を頑張っていきたいと思います。ということで、時刻は4時15分になります。一通り暗記やりたいところまでできたので、ちょっとここからまた、別の教科に移っていきたいと思います。ここからは、ヒストロジー、組織学ですね。組織学に関しては先輩がすごくちゃんと綺麗にまとめてくれているノートがあるので、そのノートをベースにしながらも、ちょっと授業中に、取ったノートとかをしっかりとノーションで見やすい形に直して、試験前に復習しやすい、システムを作っていこうと思います。ちょっと甘いもの食べて少し脳に糖分補給してから、また夜ご飯まで過ごしたいと思います。はい、こちらがですね、最近ハマってるブラウニーになります。まあ、ハンガリーって結構いろんなところで売ってるんですけど、まあ、こんな感じで小さいブラウニーが、いくつか入ってて、まあ、結構パッと、糖分補給できるので、今日めちゃめちゃ味が好きで、ちょっとハマってますということで、ちょっと食べます。おめえ、脳に優しいわ。めちゃくちゃうまいですこれ。はい、ということで、ちょっと糖分補給したので頑張ります、ここから。あー、きつい。はい、ということであっという間に、時間が過ぎて、もう7時過ぎです。これで組織学の勉強を一通りやりたいところまでできたので、ご飯と行きたいところなんですが、ちょっとご飯の前にもう少しちょっと軽めのタスクをやりたいと思います。まあ、ヒストロジーも、ファイナルの試験に向けて最後どういった形で進めるかっていう新たな作戦を、立てたので、ちょっとその様子も少し、見せたいと思います。はい、それではまたこちらがパソコンの画面になります。こちらの左側にあるのがテーブル線大学の先輩のノートになります。このようにですね、めちゃめちゃすでに綺麗にまとまっているので、まずは、こちらの方にある情報を、例えば1枚目のスライドであれば、このようにスクリーンショットを撮ってですね、でそれをこちらの暗記の方にイメージオクルージョンといった、アドオンがあるんですけど、こちらを使って、このように、表示させます。イメージオクルージョンというアドオンではですね、このようにですね、スライドにある情報を隠すことができて、例えばこの4つをテストしたければ、この4つをこのように隠して、それでこちらの方をクリックすると、こちらのカードが暗記のフラッシュカードとして、生成されます。この4つに関してはそれぞれ関係しているものなので、このように、グループ化して、1枚のタウンカードにすることもできます。でこれをこのようにするとデッキに追加することができます。このような形で、こちらの先輩がまとめてくれたスライドの大事な情報をイメージオクルージョンを使って暗記で周回できるようにします。その後に授業中に取ったノートがこちらになるんですけど、授業中はとりあえずもう書き殴っているので、かなりまあ見づらいんですよね。で1学期目の反省として、やはりこの見づらいノートのまま、そのノートを何週も復習して、まあ定着させてたんですけど、まあちょっとどうしても効率的ではないなというふうに思っていて、まあやはり読むのはあくまでインプットなので、できればアウトプットの、形にしたいと。であとやっぱ見やすい形にしないと、この一つ一つ読むのにも時間かかってしまうっていうので、それのためにちょっと今回、少し勉強法を変えようと思って、授業中にレコーディングを撮っているので、このノートを見ながら、まあ、レコーディングを聞きながら、で先ほどのノートにまとまっていない、追加の情報を、こちらのノーションの方に、このように書き出します。でこちらの情報をですねコピーして、こちらのチャット GPT の方に、入れました。でそのチャット GPT が、このように、綺麗にまとめてくれたのをノーションに、このように貼り直します。まあ、そうすることによって、まあ、さらに、復習しないといけないポイントが、見やすく明確に、されているので、この汚いノートを見るよりも、はるかに見やすく復習しやすくなっています。でそして、まあ、さらに追い打ちにですね、このチャット GPT にさらにこの内容をもとに、暗記カードを作成してくれというふうに頼むと、このように、一問一答の形で、問題と、答えを、生成してくれます。でそれを CBS ファイルで暗記でインポートできる形に変えてくれというふうに頼むと、このように CBS ファイルを、生成してくれて、でそれを暗記の方に、直接、インポートすることができるので、
そういった形でですね、先ほどのイメージオクルージョンで隠したスライドと、さらに追加情報を一問一答の形でこのように暗記カードが生成されたので、このような形で覚えないといけない全ての情報をアウトプットで復習できるようなシステムを作ることができました。まあ、それなりに作るのにも時間かかるんですけど、まあ、チャット GPT のおかげで、まあ、問題を作ったりまとめるといった手間は相当省けるので、まあ、ノートを取ったりとそういった手間はかかるんですけど、長い目で見ればしっかりとアウトプットできる形で、かなり効率的に復習できると思うので頑張っていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと勉強法の、また紹介でした。まあ、勉強法の動画はね、また別でしっかりと分かりやすい形で、作りたいと思っているので、ぜひコメント欄でコメントいただければと思います。はい、ということで、ちょっとご飯までもう一頑張り、したいと思います。頑張るぞ。はい、ということで、もう時刻は8時10分です。ちょっとさすがに、お腹も空いてきたので、では、チャーハンをパッと作って食べたいと思います。ということで、ご飯食べて洗い物も済ませました。今時刻は、9時半ですね。少し休めたので、ここから、夜も突っ走りたいと思います。ここからまたちょっと強化を変えて、次はメディカルケミストリー、医科学の期末試験に向けた勉強を、していきたいと思います。よし、頑張るぞ。ふぅ、疲れた。ということで、現在時刻は10時45分になります。もう一日も終盤に近づいてきました。なんか今日は結構、割と集中力が、すごく保ててるな、というふうに思いますね。まあ、集中力保つ秘訣としては、携帯をね、まあ、別の部屋に置くか、届かない場所に置くっていうのは、ちょっと最近は特に意識してます。やっぱり、どうしても近くにあると、まあ、人間、誘惑に負けてしまうもので、携帯触って YouTube とかね見始めちゃうんで、まあ、できるだけ、集中したい日は近くに携帯置かないように意識してます。まあ、よく聞かれるのが、まあ、なんでそんなに長時間勉強できるのみたいな、いうふうに聞かれるんですけど、まあ、意識していることとしてはタスクをできるだけ細分化して一日をしっかりとブロックに分けてそれぞれの時間で何をするかっていうのを明確にするっていうのが一つありますね。であと、まあ、ちゃんと必要十分な睡眠と食事をちゃんと取ることも大事ですね。それは同じ量をね短時間でやるに越したことはないと思うんですけど、まあ、医学の勉強はまあどうしても果てしないので、もう自分の中でできる最高効率の中でその中でしっかりと使える時間を、まあ、最大限に活用して、まあ、やれるのがベストなのかなというふうには思っているので、まあ、効率性を高めた上で、量もしっかりとやるのは大事だなというふうには、個人的には思います。週に1回、サッカーしたりとか、そういった形でまあ、うまく気分転換もしながら自分のメンタルを保ってます。はい、ということでここからは先ほど作成した暗記カードを、今日中にちゃんとできるだけ回したいと思います。まあ、一番良くないのは暗記カード作りっぱなしで全く、それを周回しないことなので、できるだけ早いタイミングでちゃんと、復習のサイクルをしっかりと作っていくのが大事だと思うので、今日の最後のタスクはそれになります。頑張るぞ。ああ、頑張ったー。いやー、疲れたー。現在時刻は、12時40分です。今日は大体14時間ぐらい、勉強できました。いやー、頑張りましたね、今日も一日。まあ、勉強自体はかなり量はすごいですし、ハードなんですけど、勉強しても勉強しても学ぶことだらけなので、まあ、将来ちゃんと患者さんに適切な治療できる、医者になるためにも、しっかりと勉強だけをせずに、頑張っていきたいと思います。ということで、今日の勉強は終わりで、今日は土曜日なので、少しちょっとこの後動画編集をしてから、最後プロに入って寝たいと思います。ありがたいことに少しチャンネル登録も増えてきて動画待ってくださる方がいるので、まあ、勉強は大変ですけどしっかりと、コツコツ頑張っていきたいなというふうに思います。よし、じゃあ、最後ちょっと動画編集して、寝ます。じゃあラスト動画編集頑張ります。
しゃ頑張ろう。はい、ということで、時刻は、1時半になります。いやさすがに眠い、疲れた。いや今日も実験が終わりましたね。今から明日の予定を立てて、プロに入って寝たいと思います。ということで、今日は休日のハンガリー学部生の1日の予想をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、地道な努力が、最後報われると信じて、これからも頑張っていきたいと思います。まあ、ずっと家の中だったので、まあ、ちょっと動画的にはちょっと変わる場合がなくてつまんなかったかもしれないんですけど、まあ、勉強の合間合間で普段の勉強方法なども、紹介できたので、よかったかなというふうに思います。ということで、この動画良かったと思ったらぜひ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。あとインスタグラムの方では、普段の日常の様子や YouTube 撮影の裏側なども、載せているので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。じゃあそれでは I'll see you in the next video. バイ。よし寝よう。おやすみなさい。疲れた。